結婚したのかと、野田洋次郎、花キス手繋ぎキュートなうさぎと戯れる姿に、なんだこの尊い写真は。ロックバンドラッドウィンプスの野田洋次郎、39が8日までにインスタグラムを更新。草原をバックにうさぎのつぐるみと戯れるショットを公開した。この日、野田は、たくさんの誕生日のお祝い、言葉。 ありがとう数字を目にすると正直たじろいでしまいますが、まあそんなことは気にせず今ここにある気持ちにまっすぐに美しいと感じたり、かんおぞ、ましいと思ったり、悔しいと思ったりする気持ちに従って柔らかくいきたいと思います。いつもいつもありがとう。僕の音楽に出会ってくれた人、ありがとうございます。心から感謝します、と綴り。 7月5日に39歳の誕生日を迎えて寄せられたメッセージに対し感謝を述べたのだ。続けて新しい年の一発目、7月12日にラストラブレターという曲をアルバムから先行でリリースします。まだ見ぬ未来のパートナーお嫁さんに向けて作った歌です。書き始めたらなんだか止まらなくなってしまったのです。運命の人に出会えた人も まだこの先で出会う人にも聞いてほしい曲。もうしばしお待ちください皆さん、良い七夕を過ごしてください、と加えた。投稿された複数のカットには、野田の身長よりも大喜いギのつぐるみと車の前に並び、手をつないだり鼻キスしたり腕を組んだり、まるで結婚報告のようなアングルでラブラブな様子が映っていて、 先行リリースする楽曲のイメージを自ら演じたようなスナップとなっている。そんな野田にファンからは結婚したのかと思ったなんだこの尊い写真は心臓持たない可愛すぎる私が嫁になりたい笑などの声が寄せられた。今回の楽曲ラストラブレターは9月25日にリリースされる彼のソロ名義初のアルバム ワンダーボーイズ悪夢クラブからの先行リリースとなり、初回限定版には、ヤストレーターデミズポスカ、36が手掛けた悪夢くん、悪夢くん、T シャツが付属するそうだ。普段の SNS では、ライブのショットやクールな投稿が多いのだだけに急な雨、伊藤公に結婚したのかと、なんだこの尊い写真は、とファンが驚くのも無理もないのかも。